鈴木の元気な元気散歩と題して千葉市内をとことこ走っているレイさんとアミュー、いちご狩りを終えてどこに向かうのか、今回ものんびりとお送りします。次来た時はよかったら注文してみてください。ちょっと仲良くしやしようよ。皆さんこんにちは。私の三大好物肉餅いちごのいちごをクリアしました。どうもありがとうございます。さあそして相棒はこの方。はい、皆さんこんにちは、木村美です。亜美ちゃん、今回って私の年に数回あるかどうかの、はい、ご褒美会な感じをですね、もう満喫させてもらってるんですけども、うん、だけど見てください、どこですかこれ、何してんの俺ら。これご褒美ですか。これご褒美だったの。なんかカッサカサな風景が広がってますけど、これなんだい、肉か餅が取れるのかい、この畑は。あ、そうね、これから餅か肉か行こうとしてるんですけど。そういうことなのかい。ただね、たっぷりイチゴをいただいた後に、はい、肉餅ちょっと重いんじゃないかな。コーヒー行きてえな。コーヒー行きたいね。コーヒー行きてえな、ちょっとね、一回ね。イチゴでね、結構ねみずみずしくタポンタポンにはなってるんですけど。そうなの、そうなの。このままこのまま使いたい。今回はそもそもはアミちゃんがなんか気軽な散歩をしててすごく楽しそうにしてたんですよね、はい、 うん、その姿に憧れまして、私もですねちょっと散歩がしたいなと言ったところをこういう企画を組んでいただけまして、まあ、詳しくは野瀬さんお願いします。今回の企画はレイさんのリクエストに応えた散歩企画、題して鈴木の元気な原理散歩。鈴木の元気な原付二種バイクを借り走ります。相棒となるのはストリートでのエキサイティングな走りのために生まれ、 GSX-R のエンジンとコンポートネントを継承し、最新のテクノロジーが投入された車体は爽快なスポーツライディングを約束する、ザ・スピリット・オブ・ GSX-R レディ・フォー・ストリート。 GSX-S125ABS 流麗かつスポーティーで個性的なデザイン、優れた燃費性能とスタートから力強く加速する走行性能が気持ちを新しい場所へと押し上げる。もっと近くへ、もっと遠くへ、毎日を楽しくしてくれる遊び心あふれる新型アベニス125の2台です。アミちゃん、今週もよろしくお願いします。今週もお願いします。こないださ、ほらアミ散歩でさ、はいはい、アドレス125をたっぷり取ったわけじゃない、私。はいはいはい。はい、今私ね、アベニス125。はい。なんだろうな、ほとんど一緒、一緒は一緒なんだけど。ああ、どこが違う？ちょっとスポーティーな感じはしますけどね、私。それは何、まあ、ハンドリングの警戒感とか、スロットルのフィーリングとか、スロットルのフィーリング、スロットルのフィーリングが、加速感が、ちょっとこっちの方があるような、気はするんですけど、まあ、2人はさ、ね、前衛的でちょっとさ、とんがってる印象だから、ね、はい、プラシーボ効果だったら申し訳ないんだけど、だけど、それもまあ、一個の、まあ、ビジュアルとか、まあ、そういう面の、ね、長所の一つとして、はいはいはい、ただ、確かに優しいし、まったりはしてるし、怖さは一切感じない。っていうのは安心感の一つがありますよね。この GSX-S125 はエンジンフィールにもハンドリングにもフレームの味わいにも全部ね、なんかビチッと芯が通ってて、うん、いいね。なんかちゃんとこういうことをするためにこういうものをちゃんと作りましょうねって、ちゃんとしたその探し合いがあった上でちゃんと生まれてきたものって感じがする。で、なんかね、車体の大きさとか車格とか値段とかに対してバイクの後ろ半分がやけにいいというか、なんかリアサスとかそのシートしかり、ステップしかり、後ろのインフォメーションがすごくいいよね、このバイク。だから、なんかさ、そんなに安くないんだよね、後ろ半分が。楽しいよね、乗っててね。まあ、楽しい、うん、楽しい。楽しい。あ、これはもっともっと走っていきたいっていうふうに思う。なんかバイクを傾ける行為が楽しい。あ、そうそうそう。ちょっとスポーツしてるんだな、125cc だけど、もっとあんな乗れないなっていうのが。わかる。もちろんパワーとか感じるんだけど、これはなんかもうどうでもいいかな、楽しいから。使えるシーンが広いから、日常使いでも楽だし、ちょっとスポーツしたいなっていう時も楽だし。ミツバチファームを出発し、とことことやってきたのは、
木村さん、はい、ちょっとお知らせあるんですけど、ええ、年越しなんて書いてますけども、ちょっと放送の都合でですね、我々これまだ2022年年末にこれロケしてるんですね、はい、で私ですね2023年なんとありがたいことにですね翻訳を迎えます。どうもありがとうございます。来ましたね、翻訳ですか、はい、2022年はですね、はい、私はですね40になりまして、まあ、セクシー40なんて言ってましたけども、うん、41はちょっと悩んでまして、ゴージャス41かエキゾチック41で悩んでまして、うん、ただの41ではないわけですよ。私木村さんの1個先輩ですから、うん、先にねそのセクシー40になったわけですよ。だから木村さんもこれからそのセクシーな台に入っていくことになるわけですよ、うんうんうん、その覚悟ができているのかと。私ですか、はい、エクセレント40に向かってもう突っ走っていきたいと思う。エクセレントです、私はもうね。そうなんですか。エクセレントでファビュラスです。ファビュラス、ファビュラス。我々選ぶ英単語がちょっと昭和臭い、はい、なんだろう、そういうとこすらも出てた今まあね、そんなわけで、はい、翻訳を迎えるということで、はい、でここにお払いに来たわけですね。そうなんですよ、うん、そうなん、ちょっとでもやっぱりいい年にしたいなと思いまして、はい、おかげさまで2022年は楽しい年を過ごさせていただいたんですけども、はい、何気に番組の中でですね、いろんなところに連れてってもらっていて、まあ、お参りですとか、まあ、お払いとか、ね、いろんなの言ってたので、はい、さらに、はい、さらにですよ、いらんもんは落としてありがたい気を受けて、うん、で肉餅いちご、いちごは食べましたから、この先どこかのロケで肉も餅も食べたいなと思ってるんですけども果たしてそういうご褒美の会は2023年中にやってくるのか、ご期待ください。じゃあ行きましょう、行きましょう行きましょう、行きましょう。ここは千葉市稲毛区にある稲毛浅間神社です。昨年から立ち寄れる神社などを巡り始めたレイさん、今回初めて稲毛浅間神社に来ました。ここで、はい、もう全力でいいバイクとかやらなくて大丈夫？ここで全力でやっちゃう、全力で調子いいとかやらなくて大丈夫？なんか新しいの作る。ここでありがたいようなやつ。ありがたい。あれ違う？でも変わる。ツボ入っちゃった。カメラマンツボ入っちゃった。カメラマンツボってます。それだけで幸せだわ。まずはお参りから行きましょう。交通安全と厄除けを祈願します。せっかくお参りに来たのでお守りを買っていきましょう。実用的に私はやっぱりカードの交通安全お守りかしら。やっぱりね、乗り物に乗るんでね、寒いから口がくる。言えてないもん、もうそういうお守りない、そういうの噛まないお守りみたいなそうですね、じゃあ木村さんに選んでいただいた仕事守りにしようかな、うん、仕事じゃない。これ木村さん、ホワイトとブラック選びますけど。あ、悩むねそれね。ちょっと私保守派なんで、コンサバティブなホワイトでいいですか。うん、大好き。お守りを選んだようです。2023年事故なく無事に過ごせるといいですね。稲毛浅間神社は千葉市稲毛区にあります。京葉道路幕張インター、東関東自動車道湾岸習志野インターからおよそ15分、国道14号沿いにあります。交通安全祈願などぜひ立ち寄ってみてください。続いてはみゆちゃんのコーナーです。葉月みゆのホンダドリームに聞いてみよう。今回は千葉県東金市にあります、ホンダドリーム東金からお送りします。お話はホンダドリーム東金のとってもテレアな工場長の村杉さんです。あー寒い、村杉さん寒いです。極寒です。はい、でもどうしてもツーリングには行きたいんです。どうしたらいいですか。寒いままツーリングに行っても楽しめないので、はい、事前に準備をしたいと思いますね。お、じゃあ今日は準備のお話で、いろんな準備のお話をさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずあのヘルメットですね。ヘルメットもあのフルフェイスだとか、はい、ジェットタイプ、はい、いろんなヘルメットがあるんですけども、はい、まずはあのジェットタイプよりフルフェイスの方をおすすめしますね。やっぱりあの顎があるのとないので、うん、
あった方がやっぱり風が入ってこないので。そうですね、全然違いますよね。違うんですよね、これから、はい。まあ、ヘルメット そのフルフェイスタイプでも、はい、やっぱり寒さ対策の中で、はい、シールドも開け閉めの際なんですけども、はい、閉めちゃうと曇っちゃうので、はい、曇らないために、はい、各メーカーで出されている曇り止めの用品、はい、前にあるような、はい、ピンロックシールド、はい、ありますね、曇り止めのものが売られてますので、はい、そういったものを装着をお勧めしますね。それは自分のシールドに後付けでつける感じですよね。そうですね、各メーカーさんで出てますので、はい、後付けでもつけられる曇り止めがありますね、うん、それもサイズとか確認してもらってってことですよね。そうですね、はい、そして、はい、肝心なジャケット類ですね。そうですね、うん、まあ、一般的に冬用のジャケットっていうと厚いものもあれば、はい、最近だとあの電熱といって電気を使った、装備もありますので、まあ、電熱ジャケット、はい、電熱グローブ、グローブ、電熱パンツ、はい、電熱パンツともあるんですか。ありますね。そうなんだ、初めて知りました。暑いけどもお客様が汗だくでバイクが降りられるなんていう光景も最近目にしますので、そんなに暖かいもんなんですか。まあ、汗かくほどと聞いてます。他に暖かグッズで何かありますか。はい、バイクの方もグリップヒーターといって最近だと結構メジャーなグッズになっております。そうですね、はいはい、あるいはやっぱりナックルガードといってハンドル周りにつけるカバーですね。ここですよね。そうです、はい、この辺つけるものと、あとは、ハンドル自体に覆うようなカバーを、はい、ハンドルカバーというものが、はい、ありますので、そういったものがいいんじゃないかなと思います。はい、いろいろやっぱ手の周りって大事ですもんね。手は動かなくなったら体もどんどん動かなくなってくるし、ブレーキクラッチ、ね、握れなくなったら運転できないですもんね。そうですね、冷えがやっぱり進まないように、はい、指先あったかめで楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい、指先は重要と。重要ですね、はい、じゃあ今日村杉さんに教えてもらったこのあったかグッズを参考にしてツーリングに行きたいと思います。お楽しみいただければと思います。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。ここでホンダドリーム東金からお知らせです。今回もホンダゴーライドを便利にご利用いただくために必要な初期設定のご案内です。ひとまずバイク情報をタップしてマイバイクとマイショップの登録をしてみてください。車両情報、バイクログ、メンテナンス履歴、給油履歴等の利用ができ、新消費情報に加え店舗限定の情報取得も可能となります。なおホンダゴーレンタルのご利用の際にも共通 ID でご利用ができますので、ぜひ登録をよろしくお願いいたします。今回はのんびりとことこ、時にスポーティーに、鈴木の元気な元気散歩と題して千葉手で周辺を散歩しています。いい天気だ。いいわ。いいなぁ、とことこと、うん、このサイズ感だね、やっぱね。もう聞こえてくるもん、とことこ、とことこってなんか間違ってもさ、なんかふわーとか言ってないもん、このバイク。とことこ、とことこ、そう、とことこ、このね、速度感もね、もうとことこですよ、もう。稲毛浅間神社からおよそ20分、やってきたのは稲毛区にあります大衆イタリアン食堂大福長沼店。個室などもあるゆったりとした店内では気軽に本格的な石窯ピザやもちもちの生パスタなど楽しむことができます。レポートをお送りするのはおなじみですが、ちょっと違う2人です。さあ、ということで、ロッソとビアンコの2人でお届けしてますみんなでピザ食べようの会、イエーイ。ちょっとお客様いますので、ちょっと低めのテンションでボケていきたいかなと思ってますけども、低めのテンションでお送りしてます。ロッソアミューとビアンコ福地で大福のレポートをお送りします。ハンバーガー好きのビアンコ福地はピザも大好きということでやってきましたが、ここ大福長沼店、2人は知っています。何度かお世話になっているランチで立ち寄ってるお店になるんですよね。はい、ロケ中ガチで寄ってるお店です。そうそう、普通に休憩地点でお昼食べようよって言ってみんなで食べてるお店なんですけれども、はい、こちら大福さんの美味しそうなピザがあるじゃないですか、はい、パスタと。平たく言うとものすごくお手頃なお値段で、はい、でかくてうまいっていうお店になりますの で、 で表にあのバイク多分、ね、止め放題ねぐらい駐車場がこちらの店舗さんで言うと、皆さんぜひぜひ調べてみてください、はい。ということでここに早速もういただいてるんですけども、早速食べたいですよね。もういただいて、うん、早速
いただいちゃいましょうか、はい、うん、いただくメニューは大福自慢のマルゲリータを大きくした男のマルゲリータと、大福おすすめ通が好むミケランジェロの2種類のピザと、ニンニクの香りと甘みがアクセントの濃厚トマトのパスタです。男のマルゲリータからいきます。いただきます。実家染み込んでる感じだね。なんだろう、ピザってさ、ね、お母さんの味だよね、うん、あー、なんかわかる。なんだろう、ピザとかパスタとかさ、ほっとするよね、なんかね。地球代表母の味でいいんじゃないかな、これはもはや。男のマルゲリータですね、はい、女性の方でも大丈夫です、皆さん食べてください、うん、普通にあのね、めちゃめちゃ美味しいです、ちょっと美味しそう。ちょっと私も言っていいですか、お腹空いてるんでね。私がいただいてるのはこちら、濃いトマトソースのパスタになります。生パスタですよ、生パスタ。麺太くて美味しそうだね。そう、もちもちの生パスタ仕様です。楽しみ。確かこちらのお店ではアミさん結構パスタ頼みがちだよね。ガチです。もうね、これ初めて、ね、根っからの生まれた時から麺類好き。麺好きしてる。麺好き。え、今日も終わったらラーメン食べ行くんでしょ。そうです、もうこのデザートはラーメン。デザートはラーメン。パスタいただきます。完全にパワー系だな、この人。うん、どう、めっちゃ美味しそう。めっちゃうまそう、うん、めっちゃ美味しい。美味しい、うん、え、太麺どう。もちもち。もちもちなんだね。美味しい、これしみるな。え、濃いトマトって何、濃いの本当に。あのね、ソースが濃厚だし、程よくガーリックが効いてるんですよ。甘めのガーリックがちょっとね、香りでわかるかな。あ、でもそのなんかね、ツーンっていう感じじゃないんだね、うん、これね。優しいガーリックの香りと、あとね、ジェノベーゼのソースが、ね、かかってるんですよ。なるほどね、なるほどね、うん、それで緑系があるのね。それがね、いいね、すごい ね、いい香りになってね、いいですね。しみる、おいしい、これ嬉しいな。続いてはお店おすすめのミケランジェロです。あ、面白い。トマトじゃないだけで全然違う。あ、チーズのいろんな味がね。あ、そうなんだ。そうか、いろんなチーズが混ざってるんだもんね。キノコうまっ。キノコ美味しそう。キノコ好き。キノコ好きなんです。俺ね、キノコね、俺ね、ダメなの、うん、ダメなんだ。ダメなの俺。あ、そう。だけど、美味しいのは美味しいなって分かるの、はい、自分が頼まないだけで。これね、うまい。これなら食べたいやつ。キノコの香りとチーズの香りと、まあ、次来た時はよかったら注文してみてください。ちょっとなんか口出しようよ。食べたいの、食べたいの。もうね、これだけなんかやってるとほどほどにみんな冷たい。今日のテーマ、ほどほどに冷たい。ほどほどにみんな冷たい。はい、じゃあ木村さんもいただいてください。ちょっとちょっとちょっと。週刊バイク TV チームが収録の時の昼食などで立ち寄る大衆イタリアン食堂大福長沼店、営業時間は11時から。テイクアウトもできますので、ぜひ立ち寄ってみてください。ロッソアミューとビアンコ福地でお送りしてきた大衆イタリアン食堂大福レポート、エンディングです。さて、いちご厄除けとお送りしてまいりました。私のご褒美会です。ありがとうございます。ピザも美味しくいただきました。木村さん、いつもありがとうございます。いやー、よかったですね、今日はね。私にとってはね、交通安全祈願もできたからね、はい、またね、今年1年、はい、交通安全でいろんな乗り物楽しもうかなっていうふうに思いますけど、うん、今日乗ったバイクってさ、面白かったね、振り返ってみるとさ、うん、やっぱりこの原付2種のサイズ感という、うん、このパワー感、はいはい、いろいろ含めて改めていいバイクだな、扱いやすいな、もう普段毎日乗れるバイクだなっていうのを感じるよね、うん、なんか木村さんはその扱いやすさとか気楽なところっていうのをこうなんていうのかな、多めにこう褒めてた、フィーチャーしてた感があって、はい、僕はそのエンジンがここがこういう風に面白いとか、うん、乗り物としてここをやっぱ走らせていいんだなってところを個人的にはこうドキドキしてたんですけど、だからまあ両方の楽しみ方がちゃんとできるってところが今日選ばれた2台にはたまたま持っていて、で多分ですね、こういうその原付2種っていうのは多分一般的には通勤通学、だからあのこうお仕事のバイクじゃない足みたいな役割で選ばれることが多いように思うんですけど、でもさ、いろんなメーカーの乗るとさ、うん、そのいい意味で面白いやつといい意味でつまんないやつっていうのがあって、うん、毎日通勤で乗るものがあんま面白いとちょっと疲れちゃうんじゃないかなっていう人も中にはいると思うのに、ある程度楽にだらっと乗れた方が落ち着けるとか、それかもう短い時間でも楽しみたいから結構ドキドキするやつがいいとかっていう風に、こここそ選び分け
がねすごく重要なカテゴリーなように思うんだよね。面白いよね。それを選べるだけのキャラクターが揃ってるのがまた面白いなって思って、今まで乗った、まあ、今日は鈴木のね原付2種のバイク乗ったけど、はい、まあ、他のメーカーさんでも例えばキャンプに強そうな、ね、はいはいはい、原付2種であったり、サーキットとかスポーツ走行に向けたやつ、あとは普段のお買い物にきっといいだろうなっていう、いろんなキャラクター性がしっかりと分けられてるから、選ぶときに自分がこのバイクと一緒に何をしたいのか、このバイクはどこのシーン連れてったらきっとかっこよく映るのかなっていうのもいろいろ考えてイメージすると、また選ぶ楽しさっていうのがね、充実していいよね。いいですね。で、価格帯的にもすごく遠い存在ではないわけじゃない。まずは始めるにしてもいいよね。例えば16歳で始めてみる、18歳で始めてみる、あるいはリターン者、大人の年齢になってから始める人とか、みんないろいろ条件違うけど、誰しも等しく多分始めやすいゾーンだよね。そう、始めやすいし、まあ、いざ自分のものになっても維持しやすいし、はいはいはい、大事大事だよね、そこで。だから長く末長くこう乗っていけるなっていうのが、まあ、このカテゴリーだと思いますね。我々今日はもうただただあの楽しませていただいちゃったっていう今日行ったこの順路っていうのは、その例えばハヤブサみたいな巨大なやつでも行けたわけですけども、まあ、あえて小さなスクーターや下駄でコロコロといったところがまたあえて面白かったんじゃないかなと思うんですよね。そうね、今日みたいなコースをハヤブサとか、あと SNGT とか行ったらちょっと気合い入れるじゃない、はいはいはい、よっしゃ乗るぞっていう気持ちで乗るんだけど、今日のカテゴリー、今日の、アベニスとか GSX-S125 のクラスだと、もう肩肘張らずにリラックスして乗れる。そろそろお時間です。そんなですよ。2023年、我々これまでできなかったこんなこともしたいななんていうね、若干抱負らしきものを木村さんからいただきましたけども、その辺をですね、まとめてありがたいお言葉をですねいただきたいなと。あら、もうまとめ私は思っておりまして、はい、よろしゅうございますか木村さん。あ、またさらにまとめるんですね、はい、ビシッと言っていただいていいですか。そうですね、まだ寒い時期で、今日私はね、あのアロフトジャケットを着てたんですけれども、まあ、串谷のラインナップの中でも結構最高峰に防水防寒対策っていうのがしっかりされているものなんですけど、この時期私ですね、ウィンタースポーツもやるもんで、スキーはまあやったことないんですけど、スノーボーをやりますし、あとスノースクートって言って BMX のタイヤが板になったような、そういう乗り物をゲレンデで楽しんだりするんですけど、そんな時にも実はバイクウェアってゲレンデにも使えるなっていうのは私昨シーズン実感して、今日着ていたアロフトジャケットね、防水性能もしっかりあって、防風だし防寒だしっていうところで、ゲレンデでもがっつりアロフトフード、串谷の他のラインナップのジャケットで使えるので、ゲレンデのほか、もしくは釣りを楽しまれる方、バイク以外のシーンでも着れるバイクジャケットたくさんあると思います。皆さんもぜひ冬のスポーツ、バイク以外楽しまれる方はぜひ串谷のジャケット着てみてはいかがでしょうか。というわけでまた来週も見てね。ロッソとバイバイ。ロッソとビアンコをお届けしました。ここで番組からプレゼントのお知らせです。千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンよりハンバーガー T シャツを2名様に。ライダーと共に歩み、モーターサイクル文化を豊かに切り開く串谷よりキルト T シャツを各色3名6名様に。さらに KTM 千葉、ハスクバーナモーターサイクルズ千葉よりキャップを2名様にプレゼントします。宛先はご覧のところまで。ご応募お待ちしています。